ちょっと待った、私が勝ったんだけど、貴婦人より先に喋っていいっすか。久しぶりだな、この水色ちゃん。はあ、アーティストのベルト一発でどんな出るもんだか取ってやったぞ。リスタートもこれでスタート地点行きだな。次の挑戦者どこかな、どこかな、いないんだったら一生この3人でベルト持っといていいかな。おやおやおや、はい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 、なるほどなるほど。ジュリア、声大丈夫？ガスガスじゃない？大丈夫？全然大丈夫。オッケーオッケーオッケー。ね、ね。まあここに来たということは、スターズのクレイジートリオがそのアーティストのベルトに挑戦します！ジュリア、声かっこいいよ。ありがとう。はい、まあ、この3人ね、まゆさん、いろいろやってきましたよね。ね、まあ、この3人は、まあ、いわゆる STC なんですよ。 STC、だらだら喋ってんじゃねえよ、要件さっさと言えや。 S はスターズの S、 T はトリプル、3人の T、 C はクレイジーの C、 そう、 STC なんですよ。まあ、なんでちょっとさっき話題にも出てた金網を私たちもやりたいなと思って、ねえまゆさん。いや、普通にアーティスト挑戦表明するだけって言ってたじゃん。だから行こうって言ってたじゃん。やだよ。また見たくないでしょ、もう一回なんか。まあ、王者組はそれでいいんですか？まゆは別にいいけど、王者組がビビってるんじゃないの？ねえ。ビビってんのはてめえだろ、岩谷。そうだよ、ビビってるよ。おい、やってやるよ。なんでも、金網でもなんでもやってやるよ。ただしな、おい、小熊、一つ言っとくよ。遊びじゃねえかんな、これは。ああ、小熊と人、金網で網焼きにして食っちまうからな。挑戦受けてやるよ。あ、そうだ、あとはちょっと声がこんなんだから最後は貴婦人喋ってくれっかな。ええが、大田区総合体育会にお越しの庶民の皆さん。
私、桜井舞がベルト初体感しましたわありがとう。この喜び、今日はドンペリで祝杯ですわ。ドンペリ飲みましょう。あなたたち庶民は梅屋敷駅近くの吉野家の牛丼特盛を食べて私たちを祝ってちょうだい。あ、そうそう、今日はトッピングしてよろしくてよ。それじゃごめん遊ばせ。ただいまの試合は18分23秒テクラ桜井舞ジュニア組の勝利。アーティストオブスタダム選手権新チャンピオンチーム誕生でございます。